昔昔キーワードは何これ。大好評のストーリータイムね。え、ねえ、この間私ねお友達に言われたんですよ、ええ、あれ面白いねって。本当、うん、あんたのことなんか反響ない、ものすごく不条理だねって言われてますけれどもね。なんか楽してんねとは言われた。あ、本当、うん、大変だねって言われた。結構脳みそはフル回転してるんですよ、うん、ずっと座ってはおりますけどね、ええ、それでは今夜はどんな物語が繰り広げられるのでしょうか。それではリルさんお願いします。はい。トンネルを抜けるとそこは黄金井だった。今日のキーワードは、はい、ラガーマン。どうしようかな。トンネルを抜けるとそこは黄金井だった。ラガーマンの彼氏のもとへ向かうくるみは、今日もなんでこのとこまで来なきゃいけないんだろうって思いながら電車に乗っておりました。くるみは28歳 OL です。ラガーマンの彼氏はちょっと年上の優しい彼、外国人。彼がロマンティックになってくれないという悩みを持ちながら付き合って1年。黄金井にはもう行きたくない、そう思っておりました。続いてのキーワードはサウナ。黄金井市の某駅を降りたくるみはその足でサウナに駆け込んだ。やっぱりゲルマよね、楽しそうにつぶやきながら更衣室で服を着替えサウナに向かう。そこのサウナは大小合計7つのサウナを併設しており、サウナ好きのくるみには天国のような場所だった。気づくと10時間が過ぎていた。あんた随分長っぽろじゃないか。くるみが突然声をかけられた。あなたは。キーワードは徳川家康。は？あなたは徳川家康さんじゃないですか。タイムワープしていらっしゃったんですか。女風呂ですよ。あ、ここはどこだって家康さんは言いました。ここは2021年の東京です。東京とはどこだ。江戸です。江戸は混浴だったから大丈夫なんだと家康さんは言いました。くるみちゃんは家康さんとせっかくだから東京観光に行こうって話になりました。キーワードはホトトギス。東京の名所名所を楽しく連れ歩くくるみと家康。
ほらご覧ください、あちらがロボットレストランです。観光の最後に歌舞伎町に降り立った二人は、物珍しそうに歩く家康を尻目に、楽しい時間が流れている。いかがですか、いかがですか、いい子いますよ。キャッチの誘いにもひるまず、歌舞伎町の奥へ奥へ進んでいく。くるみ殿、こちらはどんな店なんだ。家康が指さした看板に書かれているのは、ホトトギスという文字。さあ、私もこの店は入ったことがないので、ちょっと分かりません。入ってみますか。そうだな、せっかくなら入ってみよう。薄暗い雑居ビルのエレベーターを上り、ホトトギスの看板のある店の前に着いた二人。すいません、どなたかいらっしゃいますか。ドアは閉まっており、中から返事はない。ドアの脇にインターホンがあったので、押してみる。特に中から返答はない。どうしましょう、家康公。このインターホン壊れてるかもしれません。家康は言った。鳴るまで待とう、ホトトギス。めでたしめでたし。それでは皆さん、おやすみなさい。彼氏とデートに行くはずだったね。